皆さんこんにちは、内藤です。ということで本日はバーバーにカットにやってまいりました。今回行くバーバーですね、なんと女性がカットしてくれるバーバーなんですよ。なんか珍しいですよね。バーバーというと男性がねカットしてくれるイメージがあるんですけど、そこは女性がカットしてくれて、しかもですよ、なんと完全個室らしいです。だからね、完全個室で落ち着いてね施術が受けれると思うんで、ちょっとそこでカットと、あとヘッドスパと、あと眉カット、もう結構ね全部やってくるらしいんですよ。なのでそこでちょっとイメージチェンしていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、こちらですね、銀座駅降りてすぐ、6階のプレミアムバーバーというところです。早速行ってみましょう。はい、ということで着きました。そして個室に案内していただきました。すごいです、完全に個室です。カーテンでこのドアのところね仕切って、他の周りからね見えないような形になってます。はい、そしてね椅子が真ん中にあって、そしてシャンプー台が後ろにあって、で見てください、なんとこれね映像が流れてる。これ映画とかはね見れるのかもしれない。で鏡があって、ここでですね、髪をカットしていただきたいと思います。今日担当します村上です。あ、村上さんよろしくお願いします。これ普通にもいつも通り、あ、もういつも通りで全然大丈夫です。もうカメラ気にせずで全然すごい有名な方みたいな、緊張しちゃいます。あ、いや全然全然ありがとうございます。ありがとうございます。6から入れていきます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。いやもうせっかくだったらピカピカにしよっから。すごく綺麗になります。あ、本当ですか。でも男性でもやる人増えてますよね、うん、すごく人気ですね。あ、本当ですか。そうなんだ。いやでもせっかくやるんだったらもうピカピカにします。やった感は。そうですね、はい、じゃあちょっと今からネイルの方もやっていただきます。今現在がこんな感じで、これをピカピカに仕上げていただきます。お願いします。お願いします。お願いします。失礼します。水気をつけますね。熱くないですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、このまま少々切りますね。はい、わかりました。はい、今から首の毛ですか。そうです、首のこの産毛を、あ、綺麗にしてお願いします。はい、ということで全てのコースが完了いたしました。まず髪型いかがでしょうか。かなりねすっきりして夏らしい仕様にしていただきました。今回はですね、センターパートでね分ける形にして、そしてですねこちら中は3ミリで短くしてますね。だからね暑い中でもねこれだけね中がすっきりしたらねかなり快適に過ごせるかなと思います。はい、もうだいぶ切ってなかったね、2ヶ月以上切ってなかったと思うんでね、かなりすっきりして OK です。はい、そしてですね顔も綺麗に剃っていただきました。もうツルツル、毛が一切ない感じでツルッとしてるでしょ。これが気持ちいいんですよ。やっぱ顔剃りねめっちゃ好きです僕は。
ヒゲ永久脱毛してるんですけど、やっぱりねちょびちょびは生えてるんですよね。だからそういうまだらなところもね全部綺麗にやってもらってかなり爽快です。はい。でヘッドマッサージ、これもねもう熟睡してしまいました。もう本当にね頭をね揉まれるってねめちゃめちゃ気持ちいいんですよ。そしてご注目は人生初のこちらの爪です。これ爪がねもうほんとピカピカです。今まで俺なんで爪やるのか理解できなかったんですよ。女性のネイルとか見てもなんでそんなものやるのみたいな、めんどくさくないみたいな思ったんだけど、確かにねピカピカしてるとね手に清潔感が出るんですよね。で結構ねナイトブログを見てくれる方だったらわかると思うんですけど、俺ね手のささくれとかもすごかったんですよ。だからねそういうのも全部綺麗にしていただいてね、手に清潔感が出たかなと思います。はい。これからの時代はねやっぱりね男もねこういう風にピカピカにすることは必要かなと思います。で僕が今回ね受けたコースは2万円のコースだったんですよ。で普通だったら、まあ、1回髪切りに行くのに2万円で高いかなと思うんですけど、考えてみると髪切ってヘッドスパやって、そしてフェイシャルマッサージもやってもらって、そして爪もやってもらう、これ全部別々でやったら絶対1回5000円以上かかるはずなんですよ。でしかも1回1回予約していくっていう手間もあるし、それを全部もうまとめて1箇所ここに完全個室でやってそれで2万円って考えたらね、もうかなりねコスパはいいかなと思いました。俺も結構ねめんどくさがりなんで、もう1回1回ね予約していくのもめんどくさくなっちゃうんですよ。だからこういうね1回予約してもう全部ここで済ませるっていうのはね、めんどくさがりな俺にとってはすごくいいなと感じました。だって眉毛もね剃ってもらいましたからね。うん。でも顔全部周りはもう1回で OK、そしてプラス爪も、これからはね手先の美しさも見られる時代ですね。ということでぜひね完全個室バーバー面白いと思った方、行ってみたいと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いします。また面白い場所だったらねどん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 紹介していきたいと思います。ご期待ください。それではまたね、バイバイ。